超高齢社会における医療の質の確保、医療従事者の負担軽減、医療費増加の抑制など、日本の医療が抱える様々な課題に対して、AI や IoT などの新しい技術や仕組みを活用し、解決を目指すプログラムが、AI ホスピタルによる高度診断・治療システムです。AI があなたに届ける優しくて効率的な医療とは、その最前線をご紹介します。今回のプロジェクトでは、医療現場における AI の円滑な活用を行うためのセキュアなデータ基盤及び医療用語集の構築と病院での医療従事者の負担軽減を目指しています。具体的には、音声入力や自然言語処理技術などの最新の AI 技術を用いた患者説明の高度化、診療記録の自動化、救急医療現場での記録技術などの開発を行っています。また、セキュアな医療データ基盤の構築にあたっては、秘密分散、秘密計算システムによる補完解析技術、医療従事者の負担軽減を図るための AI による自動文書化技術や診療テキストデータの自動構造化技術などを用いて、社会実装に向けた実証実験を行っています。これらの技術は、高度で先進的な医療サービスの提供と病院における効率化の実現、社会実装を目指す AI ホスピタルシステムの基盤を支える技術であると考えています。患者の個人情報を秘匿化し、安全に保管・分析できるかが課題です。これを実現するため、秘密分散・秘密計算の活用について検証しています。秘密分散・秘密計算システムによるセキュアな医療データ基盤を安心して活用することで、高度で先進的かつ最適化された医療サービスの提供が実現されると考えています。また、AI との連携といった観点では、疾患やその原因などの複数要素の関係性を示す医療用語集の構築がポイントだと考えています。緊急性の高い医療現場で役に立つ技術開発を行うためには、医療現場感が必須であり、技術力と現場視点を融合した開発を加速していきます。医療現場における対話等を AI によって自動解析・文書化することで、医療現場の負担を軽減し、医師や看護師がこれまで以上に患者に向き合うと同時に、質の高い医療データが蓄積される環境が実現されると考えています。各種医療情報がセキュアで秘匿性の高い環境の下で AI ホスピタルシステムを社会実装することにより、高度で先進的かつ最適化された医療が提供でき、遠隔地と都会との医療格差が解消されると考えています。また、最新の AI 技術を活用することで、多くの医療従事者の書類業務に伴う疲弊を改善し、近い将来、医師や看護師がこれまで以上に患者に迎える環境を実現し、高度で先進的な医療が提供されると考えています。本プロジェクトのプログラムディレクターの中村祐介先生は、AI が医療分野にもたらす最大の恩恵、それは時間という贈り物とおっしゃっています。これは医療に必要な人と人との触れ合い、思いやり、エンファシーを取り戻すことです。これを踏まえ、取り組みを加速していきたいと考えています。